かしね、はい、あのチームの、ね、試合運びっていうのはですね、ゆっくり攻めなきゃいけない時と、もう無我夢中で点を取った、はい、スピードの必要な時とあるんですよね。はいはい、大林のレフトからのスパイ決まりました。そして中田、おっとお見合いになった。中村ネットを越えません。オーバータイムス。なんかね、全部ね、はい、不安になるようなねプレーが見受けられるんですよ、はい、ですからなんかギクシャクしてますね。そうなんです、ね、そう、はい、一つずつなんかこう、はい、遅れを取るような、そんなプレーが多いですね。両チームにそれが見られるわけですから、そうなんです、早く日本はそれを断ち切って、はい、立ち直ってほしいわけで、はい、ですからね、こういう時のサーブなんていうのはすごく大事ですよ。9回目のキム・ギョンヒから、ここはもうエースしかいません。韓国全部タッチアウトでしょ。そうなんです、少し考えて、相手の打ったボールを掴むようなブロックに行った方がいいと思うんですね。そうですね、日本のですねスパイク、佐藤以外のスパイクなんですけどね、はい、もっと打ち切っちゃっていいと思います。ブロック当たってもいいと思います。なるほど、そのくらいの思い切りが必要、はい、ライトですね。韓国の選手思い切り打ってますよ、はい、2点差と追い上げます韓国。大沼さんがね、はい、試合前に、はい、今日のゲームのポイントブロックであるとお話になってましたけれども、はい、韓国がここまでブロック2本、はい、それから日本が1本ですね。そうですね、ちょっと日本のブロックがね、受け身になってますね。そうですか、ははまあ、韓国の方はそのブロック高さのナムスンゴクを入れています。相手レシーブが乱れました。縦の B、仕掛け、早い攻撃がよく決まってますよ、石掛けの。この中田と石掛けのコンビというのはね、すごく息が合ってます。そうですね、オープンに回してキム・ジョンスン。さあ中田、今度は吉原の一人時間差、これが決まりました、決まっている時にはね、ここをどんどん使ったらいいと思います、そうですね、はい、中村のサーブが続く、この中村選手はね、自分でね、自分を盛り上げるのが上手い選手ですね。あ、この若さでね、20歳という若さで。中田はどこを使うか、ライトに回して大林、よく拾ってますよ、はい、そしてライトからパクスージャン飛び込んだ。4番の石掛け、大林が決めた。そうですね、大林もあのコースを今変えましたけどね、はい、25-13、 52% の決定率、はい、ね、ストライクゾーンに打ちますとね、レシーブのいい韓国ですから、はい、レシーブが調子に乗りますからね、ダブルクイック、ここでサーブポイントが1本欲しいと、はい、中田のサーブ、いいサーブですよ。チャン・ユンヒ飛び込んだ中村ですが、チャン・ユンヒが決めました。こういうね、チャンスボールをね、手にしないと苦しいんですよ、はい、それがありますね、はい、小林に上げます。景色切り返すか、どうして小林に入れてしまうんですか。しかしここで決めるのがキューちゃん。中村がよくやってくれた。4-4の同点で。